こんにちは、デジタルスカルプターの丹野はじめです。この動画はセンスを磨け ZBrush 初心者のための究極のドラゴン講座にて使用しているツール紹介の動画の第2回目です。本編を見てわからなかったところやツールの使い方を知りたいときに辞書のような形で使っていただければいいかなと思います。基本的なブラシや、知っていると効率的なツールを紹介していきます。こちらの動画では作るための考え方などは紹介しておりませんので、ドラゴン製作の考え方や実際の作業を見たい方はぜひ本編の方を見てください。こちらが今回使用する機能の一覧です。それでは Z スフィアの説明をさせていただきます。 Z スフィアは素体作り、ポージングなど様々な場面で活用できるツールですが、形をコントロールしやすいし特徴を生かして私は素体作りでよく使っております。まず右側のサブツールを開いてください。こちらの挿入からこの赤い玉、Z スフィアを選択してください。するとサブツール内に Z スフィアが挿入されております。デフォルトではこんな感じで左右対称は切れておりますので、左右対称で使いたい場合はここで X を押して左右対称にしてください。でこの Z スフィアなんですが、通常のメッシュと同じようにドローを移動、スケール、回転によってコントロールするものです。まずドローモードでは、この赤い玉をこんな感じでドラッグすると、新たに赤い玉が、延長されて出てくるかなと思います。で、このままドラッグし続けると大きくなったり小さくなったり、すると思います。で、このままだと伸ばしたりできないので、玉の大きさを決めたら、この状態で離すことなく、コントロールを押して、そのまままたドラッグしてあげると、こんな感じで決めた玉の大きさで伸ばすことが可能です。この棒のようになったところの途中の部分をポンとタッチしてあげると、こんな感じでまた新しく、編集可能な玉、関節部みたいになる部分ができますので、ここからさらにドローで枝分かれさせていくっていうことも可能です。ドラッグして、コントロールを押しながら、伸ばすタイミング、こういうここで決めてコントロールをして伸ばすっていうタイミングでコントロールをダブルクリックします。するとこんな感じで画面に平行にぐね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 どこまでも伸ばすことが可能でございます。次に Z スフィアでの移動モードの説明をします。移動は簡単に説明するとこんな感じで関節部分やこの棒の部分自体を移動させることが可能です。長さもこんな感じで移動によってコントロールすることが可能です。で、原点の Z スフィアの赤い玉の部分もこうやって移動することは可能です。Z スフィアのスケールモードでは、このように玉の部分をドラッグすると大きさを調節することが可能です。こんな感じに大きくしたり小さくしたりすることが可能です。また、棒の部分をスケールモードでドラッグをすると、それよりも先の部分の大きさ自体を全体的に大きくすることが可能です。最初に置いた玉の方向にはスケールの変化はできません。そこは注意してください。原点の玉自体の大きさは、このようにスケールで変えることは可能です。Z スフィアの回転について説明させていただきます。回転は関節部になっている玉を軸に、こんな感じで回転させることが可能です。棒の部分をドラッグして回転させると、こういった軌道になり、玉の部分をドラッグして回転させると、こんな感じの軌道になります。これも原点の玉は回転では
動かすことはできないので注意してください。最後に今までの機能を駆使して形が決まった後は通常のメッシュに変換して細部を彫る工程になると思います。彫り込んだりできるメッシュに変換するためにはサブツールよりもこの下の方のアダプティブスキンというところを選択してください。ここの項目を使用していきます。このプレビューを押すとこんな感じでメッシュにした時にどういった見た目になるかを確認することが可能です。これはキーボードショートカットの A を押すことでもプレビューを切り替えることができますので、作りながら簡単にプレビューを見ることは可能です。で、また横のメッシュ密度の部分はこんな感じで滑らかさを変更することが可能です。さらにその下のダイナメッシュ解像度という部分をいじることによってメッシュに変換した際にどの程度のポリゴン数にするかも調節できます。こちらはいちいちプレビューをし直さないとプレビュー画面に反映されません。そして形、滑らかさ、解像度が決まればあとは変換するだけです。一番下のアダプティブスキン作成を押すと今設定したメッシュが作られます。アダプティブスキン作成を押しただけでは特に何も起きてないように見えると思うんですが、一度押してサブツールから挿入を開くとここの 3D メッシュ図の中に Z スピアがメッシュになったものがございますので、そちらを選択すればサブツールに挿入することができます。こうして Z スピアにて素体を作ることが可能です。その後はこのように通常のブラシで彫り込んでいくことが可能となっております。時々間違えてプレビュー中の Z スピアにブラシでこのように彫り込んでしまうことがございます。そういった場合は A を押してプレビューをやめるときにここの部分でポリメッシュ 3D を作成を押すと先ほどの 3D メッシュ図の中にちょっと彫った状態のメッシュが作成されておりますので、そちらを選択してこのように続きを彫っていくことが可能となっております。